そして中盤は5人います。8番司令塔の中田キャプテンが注目、さらに両サイドバック7番の藤田、そして4番池田の攻め上がりにも注目。2トップは金杉、木島という帝京高校自慢の攻撃陣です。東福岡高校キッカー、こちらが背番号8番の古賀誠治。15番の千代丹田が上がっていますが、これはショートコーナー、ここから古賀に戻してシュート、お決まった、ナイスシュートですね。東福岡高校が1点を先制。前半5分でした。はい、とにかく、ね、素晴らしいシュートでした。思い切りが良、ね、かったですよね。ちょっとコース空いたなとね、この放送席からちょうどね、はい、見えたんですよね、そこをもう考えなしにね、もう蹴り込みましたね。今ショートコーナーで来て、そして古賀に戻して迷わずシュート、はい、さあ東福岡高校がボールを回しています。この辺りがね、持て山うまいですよね、はい、これは出ました。まあ、昨日は市立船橋高校逆転勝ちだったんですが、取られても我慢して逆転することができた、チームとしては非常に収穫になった試合ですと真っ黒く日焼けした顔をほころばしていました志和監督ですが、さあここでチャンスを迎えている古賀だ、打てるか、シュート打った、跳ね返りました、危なかった、はい、影響としては危なかった、ね、決定的なチャンスでしたね、はい、そして8番の司令塔中田からもう一度高島へ、うちには木島が今、木島と金杉のツートップがいるが、そのまま持っていく高杉、足をかけられたがこれはノーホイッスル。さあ打てるか、シュートでしょう、佐渡富ディフェンダーに跳ね返りました。これは東福岡高校がクリア。今ね、帝京のいいところが出ましたよね、左サイドの12番高島がですね、はい、やはりあのチャンスメーカーとなってね、切れ込んでいきましたよね、ですからこの両サイドのね、上がりがね、はい、今日のポイントになると思うんですよね、はい、ボールを持っているのが8番の司令塔中田、10番の木島へはボールが渡りません。さあ今度は東福岡高校の、ここから両サイドへ、ね、出ると思うんですけど、はい、出ましたね、サイドから行きます。そして10番寺戸、寺戸から右の古賀大蔵へ、古賀走る、反対側には古賀誠司がいます。センタリング、古賀誠司に合わせた、いけるか、シュート打った、キーパー弾いた、田中ナイスキーパーですね。もう一度チャンスが続きます。10番の本山、本山自分で行く、もう一度シュート打っていった、これ弾いた、もう一度押し込んだ、シュート決まった、2点目決まりました、東福岡高校。前半まだ10分を超えたところですが、東福岡高校が2点を先制しました。今の攻撃いかがですか。とにかくね、最初に言いましたようにゴール前へね、ボールを運ぶのが非常に早いですよね。そして最後のシュートに対しての詰め、もう言うことないですね。ツートップの一人金杉にボールが渡りません、帝京高校。さあ東福岡高校はどうする、ここから内へ切り込んでいきます。そして10番の本山、個人技があります、本山抜いていく、一人で行った、まだ抜く、本山まだ行く、シュート、これは跳ね返りました。いやしかし、はい、両サイドに行くのかなと見せかけて打ち切り込んでいく、そうですね、1点、ね、入れてるだけにね、はい、自信持ってきてますよね。今センターフォワードの寺戸が詰めていましたが、ちょっとボールが長すぎました。このスピードですね。そうですね、とにかくもう分かってても来ますからね、はい、さあ12番の高島が抜いていきます。逆サイド空いてますよ、はい、そして7番の藤田が折り返してヘディングシュート決まった、ナイス、決めたのは9番の金杉。いい時間帯に取りましたね、前半15分帝京高校1点返して2対1。これもですね、左から右へ振ったボールをね、はい、ダイレクトで逆サイドまで通したんですよね、はい、
そしてまたこの金杉がいいところを詰めてました。そうですね、よくね、バランスを崩してたんですけどね、体をひねってね決めたと思いますね。木島へというそのボールが渡りません、はい、帝京高校。あの辺りでね、帝京の木島が持つとですね、やはり怖い存在なんでね、やっぱシュートがあると思うんですね、さあここがシュート外れた。これも決定的でしたね。一瞬の隙をついてきます、はい、本山抜く。ユース代表の本山ですが、ここでホイッスルです。まずね、提供としましたらね、今の両サイド、東福岡の両サイドへの足元へのボールをね、もうちょっと狙うということ。そしてやはり10番のね、本山のチェックをね、もうちょっと厳しくしないと、やはり思うようにやられますよね。本山、そしてもう一人の16番の宮原のこの動きも目立つようになってきましたね。さあ逆襲、12番の寺戸、本山どうする。この辺りでね、キープができるんでね、押し上げも効くわけなんですよね。左から小川誠司、もう一度内へ返して本山、そしてもう一度小川へというボールですが、寺戸が上がっていきます。逆サイドから小川大蔵、ちょっと右の小川が、ね、遅れましたね。逆サイドからこの11番の小川大蔵が上がっていこうというところでしたが、これやはりこの暑い中での戦い、先ほど山野さんの指摘にもイージーミス、なるべくそのボールを前に持っていく、そうですね、今から攻撃しようという時の、ね、ミスが一番痛いでしょうね、シュート打ってきた、これは外れました。なかなかこのタイミングですね。そうです、タイミングは良、ね、かったんですけどね、やっぱり今バックの方が、ね、頑張りましたね。2対1となってからは膠着状態が続いています。この決勝、中田からスピードのある高島を使う、そして4番の池田が上がっています。高島そのまま行く、持っていってシュート打った、キーパー正面。この辺りね、東福岡の、ねバックがちょっとね立ち出しましたね。はい、いましたね。富坂さん、はい、そのリードされている帝京の小沼監督ですがね、とにかく、まあ、ちょっとチャンスを迎えていますが、そうですね、はい、木島が行く、シュート打った、決まった、やりましたね。2回2同点、帝京高校後半同点に追いつきました。木島のシュート、これでね、ちょっとこのゲームわからないですよ。はい、木島がね一番自分のいい形でね点を取りましたね、今。はい、木島の個人技です、はい、ご覧いただきましょう。この切り返しよく見てましたよ、キーパーの位置を、はい、スレスレのところを狙っていきました。これで帝京高校が2対2同点に追いつきました。勝負は分からなくなってきています。さあその両サイド、前半はいいように走られたその帝京高校のディフェンスですけれども、はい、抜いていく、寺戸返してシュート打った、宮原、ナイスキーパー田中、これも止めた、まだチャンスが続く、あ、ここは帝京高校クリア、はい、キーパーの田中ですね。やはり前半からね、いい反応してますよね、田中。宮原のシュートでした。これ難しいんじゃないですか。そうですよね、もう東福岡高校としてはもう一度流れを取り戻したい。そうですね、そのためにもね、東福岡ね、はい、早いうちに手を打ったと思うんですよね。10番の本山が行く、ここはよく守りました帝京。前半途中出場の高橋から、そして木島が行く、振り返してシュート、決まった、3対2逆転、帝京高校、はい、自慢の2トップ。木島がね、やはり強引な突破をした後にね、落ち着いてね、中をよく見てましたね。今ご覧ください、10番のこの木島が突破して、はい、ここが勝負どころでしたね、はい、ここで落ち着いて内から金杉が飛び込んできました。先制点を奪ったのは東福岡高校、前半は2対1で折り返しましたが、
後半開始早々に帝京高校が2点を奪って逆転に成功。東福岡高校の久々のチャンスを迎えています。コーナーキック、蹴るのは本山です。シュート決まりました。いや、ここでホイッスルです。その前にホイッスル、その前にね、ハンドがあったようなんで、まず PK ですよね。ペナルティーキックとなりました。15番のこれ千代丹田が上がって、その千代丹田に合わせていったんですが、帝京高校にハンドの反則がありました。これは大きなチャンスとなった東福岡、ね、ハンドをやった選手がレッドカードで今外へ出ましたね。はいはい、帝京高校の4番の池田が退場です。さあ同点のチャンス、東福岡高校。蹴るのは9番の青柳、途中から出場している選手です。さあここでキーパー、もう一度ファインプレーが出るかどうかですね。はい、再三いいプレーを見せているゴールキーパーは田中、帝京高校。お、これも防いだ。もう一度シュート決まった。3対3同点。いやー、最初のボールに反応したんですけどね、よく止めたんですが、ね、田中、青柳も落ち着いて詰めていました。帝京の、ね、選手の方が、ね、止まってましたね、この時間帯が一番苦しい時間帯なんですよね。まもなく30分になろうとしていますが、さあまたチャンスを迎えるか東福岡、ね、中がフリーですね、逆サイドもフリーですね。そして本山、本山、古賀誠司、シュート決まった。4対3逆転、東福岡高校勝ち越し4対3。すごいシュートでしたね、決めたのは8番の古賀誠司、後半30分を過ぎたところでこの古賀のシュート決まりました。見てみましょう、そうですね、本山から、そして最後古賀、早いですねこのシュートが。そうですよね、思い切りが良かったですよね、はい、前半の1点目と同じようなね、思い切りの良さのあるシュートでしたね。中田、本山、中田と本山が、さあ東福岡、古賀からシュート、これはクロスバーの上、強烈なシュートでした。しかし青柳、はい、今のシュートが、ね、決まっておればもう決定的でしたね。帝京はもうこうしてクリアするのが精一杯。さあもう一度本山からシュートを打っていきますが、田中です、キーパー。